はいどうも、今回はボイラーいただきました。ありがとうございます。青島のジーゼル機器プリンス千葉スカイラインですが、これをちょっとベースに別の仕様にするというご依頼ですね。青島のこのね、グループ A シリーズ、グループ A レーシングスピリッツシリーズっていうシリーズね、これはもう今ちょっと販売されてないシリーズなんですけども、なので30スカイラインのグループ A はまあないんですけれども、まあ持ち込みということでね、やっていきたいと思います。では見ていきましょう。まあこのジーゼル機器スカイラインではなくなってしまうんですけども、一応ね、内装もこのグループ A の専用内装っていうのがついています。30のスカイライン、30のスカイラインは多分動画でやるのも初めてですかね。ワイパーはここにカウルトップのところにね、こうやってモールドされてしまっています。されています。あとここはね、ちょっと抜けてなかったりとか、このキット自体もね、かなり古いキットになるかなというふうに思います。これはロッド自体はちょっと前のロッドかなっていうふうに思いますけどもね。シャーシは、31セフィーロとか33ローレルとかとね、共通のシャーシになります、ね、多分こっちがまあ先だとは思うんですけどね。でこれをベースに31ローレルとかその辺がね、なったのかなっていうふうに思いますが、なのでこの部品もね、共通です。これはノーマルと共通の部品ですね。インパネとかヘッドライトインナーとかもね、ここにあったりとかしています。あとドア内張りとかね、まあ、ステアリングとかもまあここにあります。だからまあこれもね、ほとんど使わない感じになるかなっていうふうに思いますけどね。これもノーマルと共通ですね。バンパーのね、中心のフィンというか、そこの部分とボンネット。あとサイドステップとかね。まあ、ここら辺はまあ、使わないですけども、こういった部品があります。だからこれ、30スカイラインしばらく生産されてないやつで、FJ20 のエンジンがね、再現されてるキットもあります。ただこれは、エンジンの再現はなしのキットになります。で、クリアパーツですね。ここにクリアのボンネットもつきます。テールランプとかね。で、こっからがグループ A ライン、グループ A パーツになるかな。まずは内装ですね。内装もね、全部ごっそり変わるような、そんな感じになります。で、ロールバー。メッキパーツです。これはちょっとメッキを剥がしてからね、剥がしてから、箱にしてから作っていこうかなというふうに思います。ホイール。渡辺8スポーク、まあこれも使いません、使わずにね作りますけどもね。で、ローダウンパーツですね。ここに書いてありますね、セフィーロとかローレルとか、ここに書いてありますけども、セフィーロ、ローレルと基本的な共通のシャーシ。まあホイールベースとかね、ちょっと変わってたりするかもしれないですけどね。あと前後の伸びてる量とかね。タイヤはスリックではありません。溝付きのね、エクスペディアのタイヤがついてます。今回はこのデカールを使います。よいしょ。デカールプール、これはまあうちでは取り寄せできないんですけども、依頼者さんの方からのね、持ち込みで、これのね、日産スカイラインのダンロップスカイライン、これを作っていくような、そんな感じになります。でこれに合わせてですね、ホイールの方もこれ持ち込みですね。よいしょ。ズームオンの SSR のね、ホイールですね。これも使って、というような感じにね、してやっていきたいと思います。めっちゃ着信音になってますが、メールの方なので見てないですけども、そんな感じのね、構成でやっていきたいと思います。キット標準ではこのトランクに開けるね、給油口デカールなんですけども、今回別キットのね、部品を転用して作ることになっています。で、開ける場所なんですけど、うまいこと開けれるかしら。とりあえずまずは断面に合わせてマスキングテープを貼って、よいしょ。裏側にね、このノーマルボディと同じようになってますんで、穴は開いてません。穴っていうか、ここに開けるんだよみたいなところはないです。
感覚的にこれがこのままでいけそうだな。ここのテンプレートの太さ、これに合わせていきます。具体的に何ミリかけ何ミリとかね、そういうのはないので、で、これはテールランプの外側にこの辺ぐらいだから、この断面から5ミリ、マーキングしました。で、ここにここだと後ろすぎるから、これ9以降の部品ですね、別キットのやつです。でもいいとこ来るか、大丈夫そうですね。じゃあここにピンバイスで穴を開けましょう。よいしょ。あ、ファスナーどうしようかな。まず 0.8 で開けます。で、次に 1.2 で開けましょうか。よいしょ。珍しく中心に開けれてる。珍しくあったらあかんやろ。よし。で、こっからね、ドリルでちょっと穴を広げて、このね、大きさに合わせて吸っていきたいと思います。このヘッドライトのインナーの部分なんですけども、まあ、この縁を塗って、で、中をねリフレクターにっていう感じです。実写のに比べるとね、やっぱちょっと太いかなとかってことも思ったりするんですが、まあ、これをなんとかするしかないので、まずは貼ります。先にセミグロスブラックを塗っておきました。説明書だとね、水性ホビーカラー準拠になってるので、艶消し黒っていう風になってますけど、まあうちはねラッカー塗料もガンガン使ってるんで、セミグロスブラックで塗ってますよ。で、切ったら真ん中の柱の部分ね押さえて、まあちょっと細さが、柱も太いからちょっとねって気はするんだけど、切れてない。よいしょ。こういう感じでね、反対側もやってみましょうか。よいしょ。押さえて丸めて、で、切り込みを入れて、で、真ん中のね柱の部分を押さえて、なんでさっきうまくいったのにもういかんの。あ、はい、まあね、こんな感じにして塗装していきます。筋彫り直しまでが終わりました。で、これなんですけど、まあこのね裏側に出っ張りがある、まあ青島の旧車のキットによくあるやつ、 あとフェンダー薄々やってますっていうのと、あとねここ
裏側のパーティングラインがいるんですよ。でこれがねちょっとねウィンドウを取り付けの時に邪魔になりそうなのでちょっと削ります。マジありがてえ。まあ、このウィンドウのフロントのところね、ここに関してはそんなに、まあ、避ける感じにはなってるんで、ウィンドウパーツの方がね、そんなに気にしなくてもいいかもしれないですけど、リアウィンドウ、あ、ここもやっとくか。この、ルーフのところね。まあ、ここは、ペーパーをね、こうやって当てるから、これで大丈夫かなっていうふうに思いますが、まあとりあえずねこんな感じにやっておいて、で削ってから塗装していく。あとねこのねフロントのバンパーの開口部のところ、ここね裏側に、ボディの受けがあったりとかするので、ここはねまたねマスキングしておいてからやっていこうかなっていうふうに思います。あー疲れた。集中してやりたかったので、集中力がしっかり続く日にいっぺんにやろうということ で、かつ収録もせずにやりました。白塗ってマスキングして、黄色塗ってマスキングして、黒塗って、でこの真ん中のところですね、ここデカールにはないんですけど、上下に白いラインが入ってるんですよ。細いね。で、0.4mm のマスキングテープを、この黄色と白の塗装の段差になっているところにピーって貼っていって、で、0.4mm のマスキングテープだけだと、ちょっとさすがに粘着力も不安だし、ヘタピだから。で、そういったこともあったので、その上から 3mm のマスキングテープを、0.4mm のマスキングテープにこう重なるようにね、ぴったり重なるようにして、貼りました。多分どうだろう、時間的にはそんなかかってないと思いますが、デカールにねその白いところがあればよかったんですけど、それもなかったのと、あとはねここの中も実写は赤いんですよ。で他のデカールのね赤色に合わせられそうにないんですけど、ここだけね、中だけね、白とかね、黒とかっていうのも、それはそれで面白くないな、っていうことで、気合い入れました。あとはもうこの上から貼っていくだけです。基本的にうち、塗り重ねとかね、そういう時に関しては、めっちゃ時間長めにもらってます。っていうのは、どこまで塗り重ねるのかって、塗り分けるのかっていうのもありますけど、やるならやっぱりちゃんとしたものをっていう、まあ依頼品だと特にね。これが依頼品じゃなかったら、まあサクサクっとこう、まあ白ないのか、まあいいわみたいな感じなんですけど、今回のこれに関してはね、ちょっとね依頼者さんのこだわりもかなり感じられるような感じだったので、そのこだわりに応えたいなということもありまして、
本当はね、シートもね形全然違うやんっていうのが分かったんですけど、まあちょっといつも言ってる通りうちはワンオフはやってないのでちょっと申し訳ないなと思いつつ、ただここはね塗装だったらなんとか頑張ってやってみましょうよってことで。でもね 0.4 ミリのマスキングテープね、何がどうってね、あんまり今までうまくいったか試しがないんですよ、はっきり言うと。だから 0.4 ミリで、で、じゃあ初めは赤塗ってからマスキングして白塗ろうと思ったんですけど、絶対こう白透けるじゃないですか、赤によって。じゃあ白を先に塗ってからマスキングするしかないのかな、どういう風にしたらいいのかな、太さ的にこれぐらいの太さだったら、じゃあマスキングテープは 0.4mm、 0.4mm か、じゃあどうしようかな、 0.4mm のマスキングテープあるのは知ってたのでね、まあ過去に YouTube 使ったことあるんで、で 0.4mm な、でもなあんまりうまくいった試しがないんだよなと思いつつも、それしかないんだったらもうそれでやるしかないっていうことでかなり悩んだんですけど、まあちょっとやってみましょうということで。じゃあワンオフはやらないですよ、ワンオフはやらないけど、こういうことはちょっと頑張ってみる。ただし仕上がりが本当のその何、雑誌のプロモデラーさんみたいな仕上がりにできるかって言われたら、まあそれはいやいやいや、多分マスキング漏れは起こしてると思います。ただできる範囲のことはねやりたいじゃないですか、お答えしたいじゃないですか。だからちょっと集中力をぐっと高められる日に、集中力を高めて一気にうわーって感じ、まあ、あとはこうやってねひたすらマスキングしてから赤を塗ります。ただこれでもね鉢巻きとか他の中と合わねえんだよな色が、まあ、そこはご勘弁くださいってことで、まあ、こんな感じでね全体をマスキングしてから赤塗ります。もうデカールプールのデカールにはついてないんですけども、こうやってね依頼者さんの方からねデカールシートを送ってもらいました。ここのねギャレットターボがねなかったのでもう先に貼っちゃいました。なんかね送ってもらった写真の仕様ともちょっと違う感じって言ったらいいかな、 NGK がねこの横に入るみたいなんですけど、ちょっとそのデカールはないので、まあそれはなしで、でこの鈴木アグリのこの、まあ、この部分の下半分と、あとこれこれも送ってもらったやつです。タミヤのカストロールスカイラインの、マカオギアの方ですね、これのこのハセミ M ハセミ、ハセミマサヒロ選手名前合ってるかな、のデカールを組み合わせて貼ってほしいということです。なのでちょっとやっていきたいと思います。まあちょっと余談なんですけど、このね、まあ、前カストロールの RB スカイラインの方でも話したけど、あのグループ N の方のやつですね、でも話しましたけど、未だに店頭とかで見かけたことない、自分の中では幻のキットなんですよね。まあそれヤフオクとか見てたら出てきたりはしますけど、何が何でも入手したいとかってそういうキットでもなくて、いつかねそういうところで出会うことができたら、こう切れるか、出会うことができたらいいなって思ってるキットなんですよね。なのでまあ出会うことあるのかなというね感じで、まあまとめ売りとかの中に入ってたらラッキーぐらいの感じで思ってます。だからいつか作りたいキットではありますね、ただそれがいつになるかはわからない。ちょっと応変してますけど、まあこいつはこのギャレットの方でね貼ってみて、あこれ貼れるやんってのも分かったので、このリコーのデカールは不死身のやつですね、側だけデカールのやつです。てかこの白い部分全部デカールで貼るのか、この色味だったらこれ多分ね透けてえらいことになると思う。
このまあちょっととろかしてる間に、このデカールプールのデカール初めて使ったんですけど、とても貼りやすいです。凄まじく貼りやすいです。しかもめちゃくちゃ丈夫。ただ色が透けちゃいましたね。なのでまあ、ちょっとねずれちゃったりとかしてますけど、とりあえず一回このゼッケンベースあったんですよ。そしたらこのねマスキングして塗ったじゃないですか、これがもろに出ちゃって、もう仕方がないからもう慌ててここ四角くマスキングして、で黒サフで色止めをしてからその上に EX ホワイトを拭いて、でまあゼッケンベースにしてその上に貼りました。まあね、ちょっとよくよく見るとねまだ透けてるの見えますけど、何もしないよりははるかにいいと思います。あとは、まぁ、ちょっと大きさがね、全体的になんか、あれこれ大丈夫みたいなね、そんなところもあったりとかします。もうちょっとこれ、キルスイッチ後ろだったか。ちょっとずれちゃったかな。キルスイッチのね、デカールの貼る位置の指示がない。で、今回は、デカールプールのやつが、この、もともとはね、あ、いけるいける。つけるなぁ。何線の仕様なのかわかんないですけど、今回インターテックの仕様で作ってほしいというご依頼なので、インターテックのね、インターテックの、デカールの貼り方で貼ってます。70スープラの時にねフォーミュラ履いてたんですよね、 FM901。 あんまりこうバリバリに食うタイヤじゃなかったですけど、個人的にはコントロールしやすくて好きなタイヤでした。だいぶ違うけど仕方ない。デカール白の部分でうまく貼れない。よし、ウィンドパーツはこの何鉢巻きとかね、後ろのこのハセミスポーツの文字がね、ずれちゃうといけないからってことで、ウィンドウパーツはマスキングテープでね、こうやって留めて貼ってます。よし、ふぃー。今回は依頼者さんからの持ち込みでズームオンの、長谷川の31用の SSR のね、このホイールにしてほしいということで、まあ今とりあえずレジンウォッシュにつけてジャブジャブして乾燥させたところです。まあちょっとね、バリとかがあったりだとか、あとここね、まあアンダーゲートになってるんですけど、これね、切り出しした、これ切り出しのね、これをしてあげないといけないです。ありがたいのは、これね、センターのロックナット、こういう風になってるのでね、塗装はしやすいです。で、これをね、ゲートカットして、ゲート、湯口っていうのかな。で多少やっぱバリとかが出てるので、その辺をね、綺麗にしてあげないとねっていう。よいしょ。で、まあ物によってね、まあどうしても仕方がないところではありますけども、ちょこちょことね、バリがあったりだとか、そういうのもありますんで、それも綺麗にね、してあげないとねということで。このズームオンのホイールはね、リムの外側の部分ね、そこが、何アルミの削り、アルミなのかな、削り出しになってます。なので、まあ、これはマルチプ、こっちの方はマルチプライマーで塗ってあげてから塗ると。で、ホイールと、このね、ディスクの部分ですね、ここに関しては、ちょっと、色をね、変えようかなという。というのは、例えばボディ、下半分が黒、EX ブラックを使用しましたが、こっちのね、ディスクの部分は、クレオスの黒を使おうと思ってます。だから、同じ黒だと、まあ、パッと見にはわかんないですけどね、ちょっとした違いをつけたいなということで、そういう感じでね、リムと、ボディとでね、色を変えて塗ってみあげようかなというふうに思っています。
なんやかんやしながら車高の調整をしています。とりあえずリアに関しては、まあこのね説明書でいくと84番、この部品84番と82番の部品を切ったはったして、でかつプラボを仕込ん で強度を出してっていうような感じにしています。でフロントに関してなんですけど、まずここアッパーのとこを切り落としてドリルで穴を開けました。でこの足回りなんですけど、このねブレーキの部品がつくところと、この奥側に86番でピンを入れるところがあるんですけど、ピンを入れるところにポリキャップを入れて、でポリキャップの厚さ分だけ残してスライスして、で、ピタッとここにつけるっていうような感じにして面を出すみたいなね。このまあ長谷川用だから仕方ないんですけど、そのままあの突き落とすとかなりはみ出てしまうということがあるので、今回はねそうやってねなるべくこうそのトレッドをまあつらパツパツつらじゃなくて、パツパツのつらじゃなくて、レースカーだったらねこんなもんかなぐらいのふうにしておいて、で依頼者さんのご希望に合わせた車高に設定してっていうふうにしてますけど、これまだしっかりくっついてないからね、して、組んでいます。でで、この舵取りの部品ですね、この舵取りの部品をこのシャーシの方で止める部品があるんですけど、それは使わずにこのね入るところを、ここが入るところ、これね、ここの穴の部分、この穴の部分を上に広げてっていうような感じにしています。こんな感じです。でただこうするとまたねここの遊びができてしまうので、この分を、修正します。余剰部品使います。このね27番これですね、多分これでいいとこ来ると思います。あ、もう一枚ね同じランナーを持ってます。こういうことに使ったりとかするのでね、よいしょ、使えるものは何でも使う、いつものやつですね。まあ、こうやってね、あの何かしらのスペーサーとして使えるようなものに関してはいろいろ残しておいた方が後々便利ですね。まあこんな感じでね、一応送ってもらった画像とは比べていいぐらいのところに来ていると思うんですけど、大丈夫だと思います。まあまたこれからね依頼者さんに画像を送ってこんな感じになったよっていう、こんな感じにしましたよっていう、ことをねまたお伝えしようかなというふうに思いますが、で、とりあえずねこんな感じにして組み付けの方をね進めていきたいと思います。組み立てを進めています。今回はそのホイールの方にね、このタイプのミラーがついてたので、まあ、ちょっと上向いたような感じになっちゃいましたけど、で、このテールランプなんですけど、ここまで塗り分けはしておきました。で、本当はね、奥行き感出るようなやつ、いつものやつやりたいんですけど、このね、レンズの構造上ちょっと厳しいので、でも、こっちの方にはこういうふうにね、麦球を仕込むところがあるんですよね。なので、今回は、このメッキシートですね、青島の。これを使います。よいしょ。まず、型取りするような感じにして切っておいて、よいしょ。で、これを、ここに貼ります。で、ここね、まあ、まだ接着しないですけど、こうやってね、だからそうするとはみ出るところがちょっと見えちゃうので、かっこ悪いから、この外の部分をちょっと切ります。切って、こんな感じでね、やってあげれば、テールランプ。っていう感じですね。内装は説明書とだいぶ塗り分け違います。実写の画像がね、画像じゃない、当時のレースの映像がね、
YouTube に上がってたので、それ見て、で判別できる範囲で塗装のね仕方は変えましたっていうような感じまで来ましたね。いやー、だいぶ時間がかかってしまった。とりあえずこんな感じですが、完成まで持っていこうかなというふうに思います。はい、青島の R30 スカイラインのグループ A 完成でーす。お依頼いただきありがとうございました。まあ、今回はちょこちょこと追加パーツをね、追加という感じにさせてもらっています。追加した部品としては、あれです、ボンピン、これはね、長谷川の、ラリーカーのね、タイプのボンピンなので、そんなにこうあんだこだしないでもうできるかなっていうボンピンですね。一応キットのデカールの方にボンピンのデカールはあります。給油口のデカールもあります。あとはね、まあ後でまたぐるっとまた後ろからのあれにしますけども、トランクのねストラップ、これもね、追加しました。でデカールはついてはいます、一応ね。ただまあちょっとうーんっていうことで、でまあいろいろとねこれ追加してっていう風に、そういうご依頼でしたので、またねその辺はまた相談させてもらいながら、こんな感じでどうでしょう、こんな感じのとかっていうのをまあ追加させてもらってっていう、そういう風にさせてもらっています。キット標準で、マフラーはありません、ついてません。でこのね左側のねサイド出しマフラーっていうのがなかなかこういいのがなくて、今回は青島のチャラスカ、リバティウォークのね、あのチャラスカの、まあ、サイド出しマフラーを持ってきました。で、あとは追加したものは特にないかな。デカールは、依頼者さんのね、持ち込みですし、ホイールとミラーもね、依頼者さんからの持ち込みっていうふうです。ミラーのね、メタルインレッド、当てがってみたんですけど、ちょっとサイズ的に合わなかったので、これはメッキシートの方にね、切り直してみたいな。そんな、メッキシートを切って貼ってっていうような感じにしています。テールランプのインナーもそんな感じにしました。本当はね、ウィンカーとかバックランプのところとか、リフレクターのところとかね、メッキシート貼ったりとか、奥行きから出すようにとかってできたらいいんですけど、ちょっとね、このキットに関しては、レンズの部品形状からですね、ちょっとやりづらいっていうか、まぁ、ちょっとこれはなっていう風だったので、今回はね、普通にクリアの状態、クリアオレンジとクリアのまんまの状態、クリアレッドの状態で、奥にね、メッキシートを貼ってっていうような感じにしました。今回はね、キットの方も落ち込みだったんですけども、結構ね、お待たせしてしまって申し訳ございませんでした。まあいろいろとね、仕掛かりやってた やつもあったりだとか、あとはその塗り重ねのね、間にちょっと合間を置いてみたいな感じだったりだとか、そういったこともあったりとかしてね、まあちょっと遅くなってしまったっていうところがあります。この白と赤のね塗り分けがね、もうちょっとなんかうまいこと方法があったんだろうなっていうふうに思ったりはするんですけど、今の自分にはこれが精一杯。ルパンっぽく言ってみても、ルパンらしくない、かっこよくないっていう感じですけども、一応ね、まあこれでこんな感じっていう感じですかね。このデカールなんですけど、ひょっとして富士見の30鉄仮面用なのかなっていうことをね、ちょっとあれですね、サイドのその AFX だとか日産ニスモのデカールだとか、その辺のね大きさがね結構小さいでしょう。でその辺考えた時に、富士見のぺったんこデフォルメの30スカイラインのね、テカメのやつ、あれだったらぴったり来たのかなとか、そんなことも思ったりはしますね。ただでもアマダの大きさはいいぐらいなんだし、どういう風なのかなっていうところは、ちょっとその辺のことはね、デカールのやつには書いてなかったよね。まあ、R30 スカイラインのっていう風に書いてないので、ちょっと本当はね、ちょっと具体的にまた違うのかもしれないですけども、まあ、とりあえずはそんなことも思ったりもしつつ、デカールを貼ったっていう感じですね。なとこかな。ちょっとボンネットがね、若干変形してたやつが修正しきれなかったのが、ちょっと残念かな。なのでちょっとね、右のヘッドライトの辺ちょっと浮いてますよね。
なんとかしたかったですけど、ちょっとなんともできませんでした。な感じです。というわけでね、今回は、青島のジーゼルキキプリンス千葉スカイラインに、デカールプールのね、デカールを貼って、ダンロップハセミスカイラインに変更していくんだっていうね、そんな完成品でした。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。